本当はちょっと来週出る予定だったんですが、まあちょっと諸般の事情で出れなくなってしまって、ちょっとわがままを言って今日にしてもらったんですが、ちょっと本当は今日はやめとこうと思っていて、でなぜかというと、実は昨日横浜アリーナにポルノグラフィティのライブを見に行って全力で踊り狂ってきたので、ちょっと今筋肉痛が来ていて、ちょっとあの数時間前まで大丈夫だったふくらはぎが痛くなってきて、ちょっとこれからあちこち来るなと思いつつ、まあちょっと今日しか日がなかったんで今日にしてもらったんですが、ちょっと筋肉痛な中です。なのでちょっと何かあったらあいつしょうがないなっていうことで流してください。よろしくお願いします。で、今年もそのポルノグラフィティのカバー2曲なのですが、1曲目が歌方という曲です。で、夏の日に影炉を見てなぜか愛しく感じた、母音の調べは優しい子守歌に、土の中に隠れうぼう、そして地上に舞うのは、ちょっと待ってください、チューニングおかしいですか、どっか大丈夫ですか、なんかすいません、こんな途中で中断してしまって、嘘ばかり。
ありがとうございました。2曲目は、LINE という曲なんですが、2006年リリースなので LINE ではなく LINE で、今だったら LINE かなっていう気もちょっとするんですが、ちょっと歌詞を見て衝撃を受けたので、いつかやってみようと思ったんですが、今の実力でやって大丈夫なのかどうなのか若干微妙なんですが、聴いてください。 LINE。ありがとうございました。